ガジェットウェアをご覧の皆様、こんにちは。日経マネー編集部の南と言います。今回日経マネー12月号で新しい資産運用のあり方について第一特集で組んでいました。題名が、そのやり方ではなぜ増えない脱どん底資産防衛術となっています。足元は相場環境は非常に悪くてですね、心配された投資家の方は多いのではないでしょうか。日本株、日経平均についても一時8300円台にまで下回りましたし、円相場、対ドルに対しても1ドル76円と微増の円高になりました。このため、日本株の保有者、あるいは外貨預金、外債、外貨建ての投資信託等、かなり成績が悪くなってしまいました。で、この局面において、皆さん個人投資家としてはどのような対応策を、ないし考え方を持っていけばいいのかというところを中心に、特集を、組んでみました。まず関東にですね、日経マネー編集部として7大予測というのを、提案してみました。例えばその1ドル、今76円台ぐらいですけれども、1ドル50円の方に向かっていくんではないかとか、あるいは日経平均ですが、8300円台まで下がりましたけれども、リーマンショック以降のですね、最安値となる7000円近くまで下がるんではないかという予想です。足元は回復する場面もありますけれども、こういった時にその個人投資家はどのような対策を取っていけばよいのかというのを、その7大予測の後に、提案しています。私は日本株の方を、担当しました。今回日本株の、大手証券会社のですね、4人のプロの方にですね、日経平均の見通しとかを聞いてみましたけれども、皆さんはやはり思いのほかちょっと弱気になる方が多かったですね。具体的には日本株はもうちょっと見切り売りをした方がいいんじゃないかと、海外株とかですね、他のものにこう移した方がいいんじゃないかという方もいらっしゃいました。ただその一方で、その割安株はどのように、発掘していけばいいのか、例えばその、小売りの、勢いのある銘柄とかですね、そういった、あとその売り込まれすぎている分、その自動車株などが買い戻されるんじゃないかとか、そういった提案をしてくれるストラテジストの方もいらっしゃいました。そしてプロの次にその個人投資家ですね、最近の相場の下落に際してでもなお高パフォーマンスを示しているですね、個人投資家の方にもお話を聞いてきて、それぞれ割安株を5つ挙げてもらいました。皆さん知られてないんですね、銘柄も結構多くて、それはそれで結構興味深いものになりました。日本株とあとその日経平均の下げというのはどうしても避けられないと考えるようでしたら、ヘッジ技というのも有効ではないでしょうか。カバードコール、プットの売り、いずれにしろオプションを使った、比較的今までは難しいとされていた取引ですけれども、取扱い証券会社も増えてきましたので、皆さん参考になるのではないでしょうか。今回はそういった各取扱い証券会社の違いについても表でまとめてみました。あと外貨投資の方もですね、円高で結構心配されている方が多いと思うんですけれども、どのようにその外貨資産を保有していけばいいのか、あるいはその見切り売りをした方がいいのか、そのポイントはどこなのかといったところを、Q&A 方式でですね、事例も交えながら、紹介しました。最後に、野村総研の方とマネックス証券の方を、対談形式でですね、今まで国際分散投資が有効と、証券会等では言われていたわけなんですけれども、それがその行き詰まりを見せていてですね、この先どういった分散投資なり投資の考え方が、あり得るのかというところを対談形式でまとめていました。非常に興味深いものだと思いますので、ご覧になってください。足元は今10月の、14日時点で収録してますけれども、ややその不安が後退している部分も見受けられます。1ユーロは今106円ぐらいでですね、この時点でですけれども、ややその落ち着きを戻している感はありますが、まだまだその相場環境ですね、不安定と見る方がプロの方が多いです。
この、相場の不透明な状況でですね、まあ、どういった、対応策を持って、まあ、中長期的な投資に臨んでいけばいいのかと、まあ、そういった、処方箋になればという思いで今回第一特集、4人を中心にですね、編集部の4人を中心に作ってまいりました。どうぞ書店などでお手に取って、ご覧になっていただければと思います。10月21日の発売です。よろしくお願いします。